あれは。ケスケ。今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ？ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は見たか？あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても不安を感じたり疲れたりしても今日の花火を思い出せることを願ったる。きっと時が深まるほどこの花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り。また金色の花火が見たくなったらいつでも来てや。でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。ずーっと黙ってて何も聞こえてないみたいだったぞ。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てる時は何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る。一種の儀式みたいなもんや。さっき、うちにとって花火は何かって聞いたやろ？ああ。船を用意してくれた光一にとって、花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって、花火は結婚を記念するもの。そして、ケイスケと作次郎にとって、花火は、そうだそうだ、新年。うちにとっては、せやな。正直言うて考えたことあらへん。よう分からんわ。え？てっきり、すごい答えが返ってくるかと思ったのに。今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんで、たまたまみんなと知りようて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は、将軍様が求める永遠から一ちゃんかけ離れとるもんや。せやけど、みんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にみんなが花火に思いを寄せとる限り、長野原はあり続けなあかん。やないと、みんなをがっかりさせてまうやろ？うち、複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれて、ぎょうさん綺麗な花火を作れて、ほんまに誇らしいや。Yeah.